こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日は商品探し。まあ、どんな手順でやっていくのかですね。えー、まず、はじめに、もうさっぱり何をやったらいいのかわかんないという場合には、えー、手元にある商品、家にある商品とかね、あるいは、えー、どっかお店に行って探した商品、まあ、その元になる商品をどこで探すか。ね、持ってるものなのか、どっかのお店なのか、ネットなのか。まあ、それについてはね、えー、まず、 えー、スカイプ、あるいはチャットワークで、えー、私に質問して決めましょう。で、決まったらその元になる商品をですね、えー、写真撮るなり、えー、画面キャプチャー撮るなりしてですね、えー、その商品を、えー、amazon.com.au と ebay.com.au で検索します。 これなんで ebay でも検索するかってことは、まだ現段階だとね、利用者がアマゾンより全然 ebay のが多いんで、ebay で売れてるものはね、Amazon でも出せば売れると。あるいはね、ebay と同じ値段で Amazon に出せば売れると。まあもしかすると ebay の3倍程度だったら売れるという商品もあります。まあそんな形でね、えー、e あるいは、まあ、アマゾンでね、売れてランキングありば文句なしなんですけど、アマゾンで高すぎてランキングないとかね、カタログが6でもなくてランキングないっていうのはありますんで、まあ、その場合、えー、ebay で制約あればね、えー、ああ、じゃあこれはこういうふうに直せば売れるとか、いくらで出せば売れるということがありますんで、え m アマゾンと ebay 両方を比べます。で、当然日本語なんでね、 パッケージにね、ダイソー商品みたく英語で書いてあればいいんですけど、まあ、日本語しか書いてないってことも多いんで、まあ、その場合はね、Google 翻訳使ってください。ここを、ね、クリックすると出てきます。まあ、翻訳ソフトいろいろあるんですけど、この商品探しには Google 翻訳が一番使いやすいですで。キーワードのコツはね、これ全部、えー、翻訳しちゃうと絞りすぎてね、えー、出てこないことが多いんで、まあ、 今回、これ、ベイブレードだったら、ベイブレードと入れて、あと型番。で、他の余計なのはカットすると。まあ、できるだけね、この入れる単語が少ない方が、ヒットしやすいです。逆にね、入れる単語が少ないと、ヒットして多すぎる場合もあるんで、その場合は単語を減らしていくと。まあ、その辺の加減もね、何の単語で調べて、これ出しましたっていうのを送ってもらえれば、まあ、それも含めてサポートしますんで、まず、この、 検索したキーワーワドを教えてください。で、出てきた、えー、URL を教えてください。で、まあ、それでね、出てる金額と、えー、見てね、あ、これ仕入れて儲かるなとね、えー、判断できれば仕入れるんですけど、まあ、その判断もね、はじめはもう私に丸投げしちゃってください。えー、この eBay と えー、a z o n の、えー、URL、ね、検索結果の URL、それを送っていただければ、あ、これいいですねとかね、これ差額少ないですとか、まあ、これこういうリスクありますという形でサポートします。で、それをね、えー、何回か、あるいは何十回かやってればね、えー、探し方分かってきますんで、えー、慣れてくれば、もう、えー、仕入れた、 あとの確認とかね、逆に変わった商品知れるときだけ確認という形で進め,進められますんで、まあ、めはね、こんな毎回聞いていいのかなと思うかもしれないですけど、遠慮せず聞いてください。で、eBay の場合ね、えー、検索した後にこのソールドアイテムってところにチェックを入れると、えー、決まってる商品の価格が、えー、チェックできますんで、緑色で出てきますんで、まあ、eBay の場合はね、このソールドアイテムを、えー チェックして、制約をチェックすると。まあ、そうじゃないとね、えー、売ってる商品はたくさん高く売ってるけど、制約は安いって商品もありますし、まあ逆にね、売ってる商品出てこないんだけど、過去に制約してるって商品もありますんで、えー、e b a の場合はこの検索と、えー、普通に出てるものと制約両方、えー、チェックするようにしてください。で、まあ、検索する商品をどこで探すのか。ね。えー アマゾンなのか、ヤフオクなのか、メルカリなのか、まあ、近所のなんかの店なのか、えー、それはまあどこに住んでるかとかね、えー、店に気軽におれるのかとか、えー、あるいはね、なんか、えー、なんか特定のものに興味があったり、集めたり使ったりしてるのか、まあ、それによって変わってくるんで、まあ、これはまあえ一番とっかかり肝心な部分ですけど、えー、相談してから決めた方が効率はいいですで。あと出てきたのをね、どういうふうに読むか、ライバルが まあ当然ライバルいることが多いんですけど、ライバルがいくらいる、何人いるのか、どういうライバルがいるのか、それとこの商品特性はね、えー、高く、ちょっとでも高いと売れないのか、まあ高くても売れるのか、まあ、そういうよっていくらで出すのが良いのか変わってきます。また、その商品を扱うことにリスクはあるのか、ね、えー、中にはね、えー まあ、たくさん扱うとこういうリスクが出てくるとかね、えー、逆に少ないうちはこういうリスクがあるとか、まあいろんなリスクがある場合もありますので、それもお伝えします。で、これらはね、えー、逆にマニュアルでこうですよと書けるような商品だと、まあそもそもがね、えー、あんまり、えー、儲けにくい商品、ね、ライバルが気づきやすい商品だったり、分かりやすい商品だったりね、すごくたくさん売れる商品だったりするんで、そういうのだとね、実は価格差が取りにくいと。 だから逆に個別、もう本当ケースバイケースですとしか言いようのないよなね、商品の方が逆に利益取りやすい、儲けやすい、効率よく儲かると、ストレスなく儲かるということになります。 ま逆にそのサポートっていうのはね、普通じゃなかなかしにくいんですけど、まあ、幸い私はね、えー、無駄なものをたくさん買うという、えーまあ、普通、世界社会一般から言ったらね、えー、人間失格というかね、日本人失格というか、まあ、人としてどうなんだろうという感じなんですけど、まあ、逆にこの、ねえー、くだらないものを高くても買うという人を探す方法を教える場合においては非常に理想的なね、 人間なんでその辺もね、サポートできますんで、えー、儲かる商品が見つかれるようになるまで、探せるようになるまでサポートしますので、まあ、お気軽にご質問ください。まあ、そんな形でね、商品を決めて、Amazon と Ebay で検索するとで。検索キーワードと検索結果の URL を教えてもらう、ね。チャットワークでアップしてもらう。まあ、そうするとそれに対してコメントつけますんで、まあ、その方法で、まあ、商品探し、まずは取り掛かってください。 以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。